ヒノキアは1998年に北海道函館市で結成され、北海道函館市を拠点に活動する日本のバンド。日本の祭りで使われる太鼓、笛、鳴り物を中心に、ギターやベース、鍵盤ハーモニカなどの楽器を使い、オリジナル曲やカバー曲を演奏している。日本伝統の民謡や盆踊りのような曲がある。一方、 外国の風景を思わせる情緒的な曲も手掛けている。マイムマイムに代表される、いわゆるフォークダンスの曲も演奏している。対象年齢や客層が幅広く、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、特別支援学校で演奏するほか、ライブハウスや公共ホール、老人福祉施設等で演奏している。 結成北海道教育大学院を修了した曽我直人を中心に1998年4月に北海道函館市で結成。北海道教育大学函館校を卒業した島田、めぐみ、天宮真紀子、北海道教育大学大学院に在籍していた福田,田熊が結成時のメンバー。その後、函館大学を卒業して一般企業に就職した。 渡辺博志が退社して合流。メンバーは5人になった。太鼓楽団ひのき屋結成から5年間、太鼓楽団を団体名の前置きにしていた。公演における表記で古いものは、1999年7月10日に、つくしの子保育園で行われた公演、だ、だ、だの副題として、太鼓楽団ひのき屋の表記が見られる。この表記は、その後、 2003年5月から6月にかけて行われたぐるり一周全道ツアー、そして2003年6月29日に公立函館未来大学で行われた函館新発見野外ライブまで使われた。アルバムにおける表記は2001年に自主制作されたファーストアルバム太鼓楽団ひの木屋から4枚目のアルバムボンジアまで。2003年 マジマ・アキラの加入と福田の脱退をきっかけに演奏の内容が変化した。ボンジアに収録されたオリジナル曲、ストーミーは、マジマのピアノと島田の太鼓が激しく交錯する曲調で、その変化の象徴とされた。ヒノキやトラベリングバンド2005年、マジマの脱退でメンバーが4人になり、再び演奏の内容が変化した。2005年のマキシシングル、風のゴルモンでは、 多くのサポートメンバーを迎え、メロディーやアレンジを重視した実験的な曲を収録することとなった。この風のゴルモンの副題はテーマオブトラベリン太鼓とされ、この時から旅というキーワードを表記に取り入れるようになった。2006年にヒノキア欧州ツアーの演奏を収録した映像 DVD 付きアルバムヒノキアトラベリングバンドを発売。この時から自身を トラベリングバンドと呼ぶようになった。ヒノキやワイワイ音楽隊。2008年7月に主に小学生以下の児童を対象とするヒノキやワイワイ音楽隊という作品を発表した。初演から現在まで幼稚園、保育園、小学校の芸術鑑賞会、子供劇場などで上演している。アルバムのタイトルにこの作品名は使われていない。 ヒノキアの新春獅子企画2010年10月に、主に社会福祉施設の利用者を対象とする、ヒノキアの新春獅子企画という作品を発表した。新春の時期に限定して獅子を上演している。現在、旅するフェスティバルをテーマに、曽我直人、島田恵天宮真貴子、渡辺宏、本田孝之のメンバー5人で演奏している。公演活動とともに、 地元函館で文化振興活動を行っている。2003年に公立函館未来大学で2004年に新州大谷派函館別院で函館新発見野外ライブを企画した。2008年から現在まで函館国際民族芸術祭を企画している。2014年4月から現在まで学童クラブ火の店を運営している。初の海外公演は 2001年のスタンフォード大学インターカレッジエト太鼓インビテーショナルコンサート。この公演はクリス・ベルグストロムとの出会いがきっかけで実現した。2005年のヒノキア欧州ツアーは国際交流基金の取材公演事業。2006年の日本人移住50周年記念公演は国際交流基金の海外公演女性事業。2007年の ヒノキア欧州ツアーは国際交流基金の取材講演事業。2011年のヒノキア東欧講演は国際交流基金の海外講演女性事業。2009年に北海道新聞社の第8回北の未来奨励賞を受賞した。2001年に初のアルバム太鼓楽団ヒノキアを自主制作。2006年にアルバムヒノキア トラベリングバンドを全国流通作品として発売。2013年にアルバムライブ、ライブ、ライブを自主制作版として発売した。2005年に初の全国流通作品となる風のゴルモンを発売した。2010年にガ我直人が初のソロアルバムバルカンの月を発売した。2010年のプラタナスの木は原始前の動向取材と 江本秀幸の同行写真をまとめた作品、ありがとうございます。